水素っていうのは地球上に一番豊富にある元素というか、ものです。そして、水素っていうのは、電気に比べてですね、貯めれる、運べるという特性があります。再生可能エネルギー、いわゆる風力だとか太陽光のいわゆる季節変動だとか、時間変動、そのような不安定な部分を安定して使う上においては、エネルギーキャリアとして水素を介在させることで再生可能エネルギーのいわゆる使える幅が広がります。だから大量の再生可能エネルギーが実用化することができます。ですから水素社会というのは水素という選択肢を持てる、そういう社会だと思っています。そしてこの燃料電池として使えばですね、短い充填時間、そして長い航続距離、それが実現できますので、車として使う場合に、これほど都合の良いエネルギーはございません。さらにこの燃料電池というシステムは、この未来で作った燃料電池をですね、例えば2システムを積むと、それで商用車だとか大型トラックだとか大型バスのようなものも動かすことができます。バスとかトラックは現在ディーゼルで走らせる場合が多いですから、非常に環境においては問題視されている技術であります。それをですね、燃料電池を置き換えることで、よりクリーンで安心して商用車を使っていただけます。また商用車は、決まった地点を走るという意味においても、また多くの荷物を乗せて走るという意味においてもですね、この燃料電池にとっては非常に親和性の高いものになります。そして何よりも水素の使用量が多くなります。そういう意味においては、水素を広げるという意味においては、商用車というのはこの燃料電池にとっては非常に重要なファクターになります。我々は商用車にも展開しうるこの技術ということで、FCV 水素を重要だというふうに考えまして、この未来の開発に取り組んできたわけであります。この未来はですね、そういう意味においては水素社会を実現する、まずそれを牽引する車にならなきゃならないと思っています。そのためには、この車を皆様に本当に欲しいと思っていただける車にする必要がありました。FCV だから欲しいんではなくて、こんな車に乗りたかった、あんな車が欲しかった、それがこの FCV 未来だったと、そう言っていただける車にしたいという思いで、一から実は開発しました。そのためにはですね、プロポーション、走り、居住性、そして航続距離です。この4点をですね、ベストなものを作るために、プラットフォームからユニットの構成、そしてユニットの中身含めて全部一から刷新をしまして、一から車を企画し直しました。その結果ですね、タンクレイアウトを大きく変更するとともに、スタックの搭載値も変える、また駆動方式はですね、前輪駆動から後輪駆動に変えるという非常に大きな変更を行いましたが、そのおかげでですね、非常にかっこいい、魅力的なプロポーション、そして走りのいい、まさに皆さんが乗りたいと思っていただける車になったと思います。そしてこだわった航続距離は WLTC で850キロになります。東京大阪間を安心して走行していただける実力があるというふうに考えております。ぜひ皆さんにお乗りいただきたいというふうに思います。